スイスチーズ。リン。みかんのケーク、スイスチーズ、いっぱい食べました。一番小さいバッグから紹介していこうと思います。うねうねしていて可愛いルイ・ヴィトンのバッグです。小さいバッグですが、マチが大きいのが特徴です。こちら紐の長さを調節することができないんですが、私はお直しに出して短くしていただきました。この穴がちょっと気になるんですけど、それでも長さが短くなったことによって使う頻度が増えました。ちょうどいい長さになって使いやすいです。大きさを測ってみようと思います。縦が 15.5cm くらい、横が 19cm くらいです。マチが 12.5cm と横幅が 10cm ないくらいですかね。シンプルな洋服の時に使えて気に入っています。続いてはポーターのショルダーバッグです。ナイロン製のものになっていて、もちろん長さの調節はできるようになってます。で、中がこんな感じでガバッと開けるようになっていて、手前側に小さいポケットがあります。横幅は 21cm くらいで、縦が 15cm くらいです。マチは 6cm くらいありました。続いてはこちらのシャネルのバッグです。私が持っているバッグの中では一番高いバッグとなります。で、中には乾燥剤が入っていて、中はこんな感じになっています。ここに1本入れることができるそうです。で、手前に大きめのポケットがあるので、これが結構便利でよく使っています。で、後ろもちょっと区切られているんですが、私は使ったことがないです。で、ここのチャックも開けられるんですが、なかなか物を入れるのは難しいかなっていう感じで、どこかで手紙を入れる場所だって聞いたことがあります。このカチッと閉める動作が好きで、持つ時の楽しみの一つです。このようにチェーンを引っ張ると一連になって肩にかけて使うこともできます。で、後ろの方を見るとここにもポケットがあります。ただ薄いし、ラムスキンで傷がつきやすいので、私は使ったことはありません。大きさは横が 22cm くらい、縦が 14cm くらい、マチが 7cm ありました。ただこちら、ちょっと横を見ていただくと分かるんですが、へこんでいるので、実際はもうちょっと小さめ、入らない感じになっています。こちらはサンローランのバッグです。スムースな感じになっていて、質感がお気に入りです。
リニューアルされた後のものになっているので、ここがマグネットになっていてとても使いやすいです。リニューアル後はここにもロゴが入っているようです。この底の形も変わったそうです。これぐらいの大きさになるともう何でも入ります。内側にポケットもあって意外とこれが便利です。ただこのチャックのところが固めなので、たまに手の甲を擦って痛いなって思ったりします。こちらも長さ調整ができるようになっていて、私は一番短くして持っています。横幅が23センチぐらい、縦が14センチくらい、まちが大きくて、この線のところで言うと8センチぐらいなんですが、全体で見ると10センチくらいあると思います。冬によく使う何でも入るお気に入りのバッグでした。でこちらはバシックのバッグです。大容量でポケットもちゃんとあります。このバッグ持ってる方たくさんいますよね。すごく街で見かけます。結んである反対側を引っ張ると持ち手が長くなってショルダーとして使うこともできます。きっとこういうところが便利だからたくさんの方が持っているんだろうなと思います。使いすぎてちょっと汚れてしまったんですが気にせず使ってます。あと私はアイボリーの色を選びました。縦が20センチぐらい、まちが13センチぐらいですかね。このステッチのところに合わせると 12.5 センチです。横が20センチぐらいで大容量です。で続いてはみんな大好きピコタンです。コロンとした形が可愛いバッグになってます。まちがすごい大きくって何でも入ります。でこの鍵はここに2つ通すんですけど、通すと擦れちゃうし物の出し入れが不便なのでこのまま使ってます。横幅が上の方が23センチぐらい、下の方が14センチぐらいになってます。縦が19センチぐらいです。で、まちの横が13センチぐらいで縦が18センチぐらいです。このステッチが目立って可愛いなと思ってお気に入りで使っています。クロンとしてて可愛くて何でも入る便利なバッグでした。よく皆さんが使われているぐらいの大きさのお財布と、あとこれにはお直し用のパウダーとリップと鍵を入れて固まらないように巾着にしています。ハンカチですね。あと iPhone を入れます。はい、でちょっと直して、私の感覚的にはこれで結構いっぱいかなって思います。パンパンとまではいかないんですけど、形が崩れることなく入れられる最大の容量かなと思っていて、ちょっとだけちっちゃいものを上にポンって置くくらいはできると思います。キッチンペーパーとゴミ袋3つとカフェラテを買いました。ああ。
ありがとうございます。